ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。随分人生も長くやってまいりましたし、自分としての信念もあり、勉強もし、またなんとか世の中のためになろうと思って毎日を過ごしてきました。そしてちょうど今から2年ちょっとになりますが、参政党が候補者を出すという時に際しまして立候補の決意をしました。まあその時にすでに参政党におられて、もう本当大幹部でありました一人の方が、つい最近自ら命を絶ちました。参政党という点では私の先輩であり、人物としては極めて立派な人で、本当に誠心誠意、日本のことを考えですね、立派な子供を作らなきゃいけない、立派な日本じゃなくちゃいけないと思っておられた一人の方が、参政党に耐えきれずに自らの命を絶つと、まあ、いうことになりました。ひばりクラブのお聞きの方々はですね、あるいは去年の10月から開始をした私のネットにおけるですね、参政党に対するいろんな問題点の指摘をどう受け取られたかっていうのは私にはわかりません。しかし私は特攻になれませんでした。やはりこの世の中で一番大切なことは他人の命を救うために自分の命を捨てるという勇気なんですよ。それが僕は人間に与えられた最も大切なことじゃないかと思うんですね。あるいは親が時に子供のために命を捨てることがあります。なんで親は子供のために命を捨てられるのか。それが人間にとって一番重要だからなんですよ。僕は参政党の中の一昨年の参議院選挙から急激に変貌していく参政党というものの中にいてですね、大変な危機を感じました。もちろん参政党が国政政党であるという点ではね、もちろん内部むちゃくちゃ参政党で一生懸命やってきてる人を内部分解だとかクーデターだとか分断だとか工作員だとか誹謗して攻撃をするという状態は本当に耐えられないことでありました。人間というものを感じられるような党ではどんどんなくなりました。去年の3月頃ですね、もうすでに参政党は通常の党とは全くかけ離れた人間性のない内容に変わっていったわけです。その中で多くの人が泣いて悔しい思いをして、そして去っていく人も多くありました。私はその中でこの人危ないなと思いました。そこでまず党を普通にしよう。自分がそんなところで傍観的ではダメだと思って、赤尾さんとか吉野さんとかそういう気持ちを持った人と共に6月にこのまま傍観してはいけないということで、参政党をなんとか非人間的な党ではない存在にしたいと思って、6月28日の暴動会議では強くその時の、いわゆる事務方を叱責し、私がなんでこんな風に言わなきゃいけないのかということもその時に説明しました。唯一最後の私の活動だと思いました。しかしその時にはもうすでに私がいくら言っても、もう何人いましたか、5人6人5人10 12人ぐらいいましたかね、全く通じませんでした。後に一人一人の過去だとか性質だとか言ってることを自分なりに考えてみましたら当然でしたね。そして6月7月と頑張りね、そして、もう党をこれは離れなきゃいけないと思って、10月までの各支部の活動にはなんとか協力しました。そして10月の最初から命を救わんといかんと思いました。
あとは僕のできることはネットで配信し、みんなの協力を得ることでした。私がいろいろ参政党のことをネットで言うことに対しては、武田はなんで内部のことを暴露するのかと、そんなことありませんよ、口頭ですからいいんですか、参政党で活動したのに参政党の悪いこと言うのかと、かつて今度命を絶った方と一緒にやってきた人ですら私の言うことを理解してはくれませんでした。多くの人が参政党に残り、むしろ神谷のはっきりとした二枚舌と言いますか、そういうことに対しても、それを知ってる人たちですら、私に反撃をしてきました。私は本当はその反撃をもっと頑張って、もっとやるべきでした。しかし、私の計画は失敗しました。なんでかっつったら、2ヶ月のわたる私が最後に参政党をなんとか正常にしたいという思いで、内部でも発信してもダメだと。各支部にはもう本部事務方の言うことは聞かないでくれ、それぞれの県にある支部が独立してくれと、こうお願いをし、まあ心ある人で自分のことを言っていただいてもいいというふうに言った人のうち、まあ 2,3 件だけ具体的な例を説明しました。それでもなぜか、まあかなりの人はそれを理解してくれましたけど、理解しないで参政党をそのままやったり、参政党の党員を続けたり、また参政党に関係のないいろいろなジャーナリストとか、そういう人までが、武田は何言ってんだ、いやそれは全然構わないんです、私なんかどうでもいいんです、実はもっとひどい目に僕は遭うべきだったんです、私は特攻になるべきだったんです、人の命を救うために自分の命を捨てた方が良かったんです、こんなに追いさらばれて、若いね、有望で真面目な大切な人を失うんだったら、やはり特攻であるべきだったんです。かつて日本の母親とかお姉さんを助けようと思って暴虐なアメリカ軍に突っ込んでいった特攻、みんな笑顔で死んでいきましたよ。それでやっと日本人ですよ。ええ、そしてまあ私も少しは最後の局面で緊張してる中で、もっと親しい人がね、毎日のように連絡を取り、家に行き、励まし、やってくれました。しかし、ダメだったんです。もう、12月になって、傷は元に戻りませんでした。ご遺族のご要望があってね、私は昨日まで、黙っておりました。何が私の真意だったのか、参政党の内部を暴露するとか、神谷の二枚舌を非難するとか、そんなことは目的ではありませんでした。実は本当は仲間の命を救いたかったんです。人生としてはまだ若くて、僕よりかずっと命が大切な人でした。その方が おととい、まあひそやかにですが、ネット上に事実を書いて出されました。遺族の方が出した以上、私は私の真意を言っていいと思いました。ものすごく反省しております。それは彼女の方が僕の先輩ですから、参政党に僕が協力したっていうことは、なんとか勘弁してもらえるでしょうけれども、中心的な立場にいた僕がですね、彼女が命を絶たなければいけない状態まで何もできなかった。もしくはしても、いや、もしかしたらあったかもしれません。6月28日に机を蹴って、そこにいる人たちを殴り倒す必要があったかもしれません。そして私が殴られて死んだかもしれません。それの方が良かったかもしれません。全力を尽くしたけども、覆せなかったなんていうのは言い訳のように感じられます。だから僕は事実を10月、11月、12月と暴露して、暴露したんじゃないですよ。こんなの言ったっていいんですから。正しいことを人間はやってるわけですから。全然いいんですよ。ね。政党なんですから。全国政党なんです。国の援助も受けてる公式な政党なんですから。内部のこと言って悪いなんてことありません。
それは全然平気でした。そういう非難は全く関係ありません。ただ、相手がね、僕が民主的な活動、民主的な内容に変えてくれと言って、それを意見を言った。意見ですよ、これ。絶対そうしてほしいと言ったんです。それに対して相手は僕のスキャンダルだとか、そういうことに集中して言ってきました。そんなことにまさかこの日本が特攻で国を守ろうとした若者がいた日本が、日本人がそんなことを同意するとは思っていませんでした。もちろんそれは多数派ではありませんでしたが、私のブログにしても街頭演説を聞いても俺たちは正しいんだって言ってまして、どうして正しいんですか。内部の大幹部の一人がするような日本語っていうのがなかなかないもんですから、自ら命を絶つということをどういう熟語で言えばいいのかっていうのはわかりませんか。何回でももしこれが問題であれば言い直しますと同じことをですね。僕は特攻になれなかったんです。申し訳ありませんでした。命を絶った人に今さら謝ってどうなるもんではありませんが、やっぱり私は不十分でした。そしてここでもしも私が少しでもその時の去年の暮れの私の呼びかけに対して批判した人たち、まあ、批判した人たちを僕が非難することはできませんが、同意してくれればそれが彼女の力となり命を絶つのを思いとどまってくれるんじゃないかと思いました。みんなが現状を批判し、それはいけないことだと、もっと民主的にやんなきゃダメなんだと言ってくれれば、お金の使い方もそれじゃダメなんだ、そんなことを日本人に今さら言ってもダメなんだ言ってくれれば、彼女の命が救われたんじゃないかと思います。私の努力は少なかった。結果的に見れば十分ではなかった。もう今はね、私ね、何のためにいろいろな日本のために、日本の子供たちのために、今度命を落としたかわいそうな人のために、全然生活とか全然かわいそうじゃないんですよ。人物も非常に立派なんです。ご家族も立派なんですよ。だけどご本人の魂が持たなかったんです。魂が持たないかなと思ったのが去年の夏初夏でしたよ。これは魂が持たないな。彼女一人じゃありません。その他の人も死ぬほど苦しんだ人がおられると思います。特にものすごく厳しい人生を送ってきた人は別にして、素直にこの日本で模範的な生活をし、それが日本なんだと思ってた人たちは、それはひどい心理的な圧迫になりました。それをみんなが認めているという状態で絶望したんですよ。少しでもいいから、これからでも私が11月12月と社会に訴えたことが何だったのか、どういうことをもたらすのを防ごうと思ったのか、日本社会はどうなってしまったのか、もしもそれが皆さんが分かっていただいて、少しでも彼女の思いを理解していただければ、もう今からは悔やんでも悔やみきれないことであります。元に戻ってほしいと僕思いました。本当に思いました。かわいそうなことをしましたよ。本当にかわいそうなことをしました。悪いことが勝ち、正しいことが命を絶つ。この現実は何なんでしょう。私は性格も知り、参政党の中で行われたことを知って、今や神谷さんなどという名前を呼ぶことができません。神谷と。それも言うことすらはばかれるぐらいの状態、耐えられない方が正しいですよ。耐えられない方の方が日本人でした。いや、こう今になってこういう体験をしなきゃならないっていうことは耐えられないですね。申し訳ありませんでした。本当にご遺族の方、みんな立派な方でした。すいませんでした。もっと僕が身を捨てるべきでした。特攻があんな若い特攻が
今から70年前に命を捨てて日本を助けてくれたのに自分ができないということは残念で仕方ありません。いくらここで申し訳ないと言っても命は返ってこないんです。もちろんひばりクラブの方には何の流れもありませんが、私はまあ自分の一つの団体としてひばりクラブというのを本当に心の頼りにしてやってきました。だからこんなことを言うのは筋違いかもしれませんが、私はひばりクラブに一番僕の心を言いたいです。僕は特攻にならなかった、すまなかったという気持ちであります。失礼いたしました。ご本人のご冥福、ご家族が今後立ち直っていただいて幸福な人生を送っていただくことが、私は個人のただ一つの願いじゃないかと思います。失礼いたしました。